混雑を避けて一人気ままに釣りをしたい釣り人の夢ですね。ところが最近は釣り人も随分と増えて、どこの釣り場も大盛況。他人と争ってまで竿を出したくない方も多いはずです。釣り人が少ないウィークデーの釣行は無理というあなた、まだ諦めるのは早いですよ。手前船頭のボート釣りならそんな気苦労はまるで心配ありません。それにシーズンを通して釣り物に困りません。また恋人と二人っきりで気軽に自由気ままな釣りが楽しめるのです。それにほんの少しの工夫と努力を惜しまなければびっくりするほどの大物も釣れます。冬のカレーと夏のキス、これらのターゲットを接岸してくる前に沖で迎え撃つ。シーズンの先取りができる上にボートの周囲360度があなたのポイント。テクニック的にも難しいキャスティング技術も必要ありませんから、ポイントさえつかめば誰にでも簡単に釣れます。そして何よりも手前船頭ですから、好きなポイントに好きな時間に出て好きな時間に帰ることができるのがいいですね。楽しさいっぱいのボート釣りですが、これも天候次第、常に危険を伴っていることも忘れないでくださいね。それでは長年ボート釣り一筋に情熱を燃やし続ける中山手勉のボート釣り基本から応用、式のターゲットまで全てをご覧いただきましょう。これ一本であなたもボート釣り一人前です。釣り用ボートにもいろいろな種類がありますが、代表的な FRP 製のボートとゴムボートの違いを見てみましょう。船底が深い黄色で水切りの良い FRP ボートは風にはあまり影響されずスピードも出ます。しかし喫水がある分船体が海中に沈んでいますので、潮流の影響をもろに受けます。 FRP ボートは風には強くスピードも出ますが、反対に潮の速い時と波には弱いと言えるでしょう。逆にゴムボートは底がフラットなために潮流にはほとんど影響されません。しかし水面上にアメンボのように浮いているだけですから、少しの風でも流されてしまいます。だから操船法も FRP ボートとゴムボートでは多少違ってきます。 FRP ボートはオールを深く入れて力強く漕げばスピードが出ます。反対にゴムボートは浅く入れて速いピッチで漕ぐのがコツです。決して力は入れません。またボートの中は道具類を積むと思った以上に狭くなってしまいます。二人用ボートで実際に釣りができるのは一人、四人用でも二人が限度です。マイボートで一番大事なことは、すべての責任が自分自身にあるというはっきりとした自覚です。前日の気象情報をしっかり聞くのはもちろんですが、日頃からも天気図の見方を勉強してください。等圧線の間隔の混み具合やそのパターンから風の向きや強さを予測します。学習した予備知識と現場の状況を照らし合わせて、初めてスタートするか
しないかを判断してほしいのです。決して無理はいけません。釣り場を目の前にして諦める勇気も持ってほしいのです。こういう日はいけませんよ。こういう波のある日は、夜が明けて昼頃になりますと、もう今より5割ぐらいですね、 50% ぐらいの高い波に変わる恐れがありますね。まあ、今日はこういう日はやめていただきましょう。私もこれは今日は退散します。釣りをうんと楽しくするためにも、安全第一をモットーに勇気ある決断を心がけたいものです。きれいな砂浜でも貝殻などがたくさん落ちています。ゴムボートは決して引きずらないでください。一人の場合はボートを波打ち際まで運んでから荷物を積みます。その間にボートが出ていかないようにアンカーを打ってください。できたらこういうふうなフラットなところで、波があまり高い波の立たないところで最初のうちは練習してください。積んであるアンカー、もちろんくくってありますよ、このアンカーはね。これをこれでいいですよ。波が来た時にこの波に乗せるんですね。ちょっと待ちましょうね。はい、波が来ました。はい、波が来ました。今度は表へ回ります。これでいいですね。それからできればだいたい水面から30センチ、僕 あのゴム長でしたらこの辺りまでね、この深さまでボートは出してから乗ってください。それでないと飛び乗った時にご自分の体重で底を擦ります。上にはない危ない、柿の殻、貝殻もこういうところにはたくさんあります。じゃあ乗ってみましょうね。全部整理しといてくださいよ。それでないと乗りしなに困ります。で、足でキックしてできるだけ沖へ押し出してやります。次の波が来るまでに出なきゃいけませんね。行きましょう。はい、これでボートの中は汚れません。そして離岸したら必ずまず安全地帯まで逃げることです。波打ち際は大きな波が来ますと元の水際まで押し戻されます。でこの辺まで逃げればもう大丈夫です。でこの辺で改めてご自分の場所を整理するんですね。そして目的地まで行く。でここまでで離岸のやり方っていうのをお分かりになったと思います。冬から春にかけての主人公カレイ、ボート釣りのメインターゲットと言ってもいいでしょう。特に3月中旬から連れ出す戻りガレイとも花見ガレイとも呼ばれているこの時期は、大型が期待できる絶好のチャンスです。食べても美味しい時期です。ぜひチャレンジしてください。カレイの一番の魅力っていうのはね、ただ食いしないでしょう。それから、針にかかって、竿で巻きにかかりますとね、体を湾曲させて抵抗するんですよね。これが非常に重たく感じるんですよね。ましてその潮が流れてますと、その重たさがスコップで水をかくようなもんですね。ワクワクしますよね。もうこの魅力、まあ、私はチヌもやりました、石鯛もやりました、あらゆる釣りやってきましたが、ボートでこのカレイ釣る楽しみっていうのは本当もう何者にも代えがたいですね。餌は多少大きくなります。で一応ね、この時期ですから魚の動きが悪いですからね、マムシにこの
アオムシをこういうふうにかぶせるんですよね。アオムシをかぶせてやると杭がまたいいように思いますね。マムシ、アオムシ丼ってやつですな。彼の釣りは町の釣りであり攻めの釣りであるっていうことも覚えていただきたいですね。で、当たりはねそうさいさい出ないんですよ。見逃してしまえばもう最初の当たりを見逃してしまえばもう分かりませんね。ですから竿先をいつもこう見ていくんですね。で、ボートの揺れと違う竿の動きですね、まあ、はっきり分かりますからね、真剣に竿先を見ていればね。ですから私は3本までは見れるんですよ。3本の竿までは見れますけど、それ以上は見れませんので、そうなると釣れた彼になりますね。待つことも大事ですが、攻めなければ釣れないと言います。常に新鮮な餌をつけ、誘いをかけることを忘れてはいけません。この誘いもただ竿をしゃくるのではなく、餌を踊らせるようにするのがちょっとしたコツのようです。気をつけなきゃいけないのはね、こういう場所ですからね、乗り棚のアンカーロープが、これでだいたい10メーターですかね、10メーターおきにそのアンカーロープが斜めに入ってるんですよ。ですから、右のアンカーと左のアンカーのロープの間を釣るんですが、コントロールを誤ると隣のコースへ入りましてね、ロープをまたぎますとせっかく獲物をかけても取り込みができません。それからもう一つ大事なことはね、彼はね、キスのようにいつでも食いつくってんじゃないんですよね。非常に潮に敏感な魚でしてね、目の前に餌があっても食わない。潮が来ればですね、もう海水でふやけたような餌でも飛びつくことがあるんですけどね。魚が食わないからね人間の方が食ってんだよ。ずいぶん今までにね、昼飯食ってる最中にバタバタっと3本の竿にいっぺんに来てね、お茶はひっくり返す、弁当はひっくり返すね。まあ一つもそれがね腹が立たないから不思議ですね。魚が来ればね、ほんの少し誘ってみたんだけどね、そしたら乗った。塩で重いね。うん、これはいい方だね。綺麗に口にかかってるでしょ。これね、どうだろう、皆さんに見えるかな。このね、合わせで誘った時にね、かかった魚はね、これ餌を少し外すと分かるんだけどね、餌を外してみましょうね。ほら、完全に張りがかりしてるでしょう。できるだけこうして釣ってやればね、長持ちしますしね。持って帰るのに新鮮ですしね、いつまでも生きてますからね。ああいうふうにうまく誘いに乗った時は気持ちいいですね。釣れたでなしに釣ったっていう気がしますね。
く針がかりすればいいのですが、針を飲まれている時もよくあります。そんな時にはハリスを切って手際よく血合いを逃さないようにしましょう。お、ええ当たりしてますね、これは。カレイを狙っていて竿を締め込む強烈な当たりが来ることも多いものです。これは大抵アイナメです。このアイナメは引き味も強く、楽しめることを受け合い、ポイントはカレイと同じようなところですが、どちらかといえば下りが多めのところがアイナメの住処です。ボートの上で細かい仕事はできません。仕掛けは多いめに用意しておきましょう。糸をね、この糸を捨てちゃいけませんよ。絶対にね、持って帰ってくださいね。これがね、魚だけでなしにカモメだとかね、水鳥に十分迷惑かけてんですね。でこれはこうしてね、必ず家まで持って帰ってください。カレイの当たりはあまり大きく出ないのですが、大物ほど当たりも小さいのが普通です。よく見ていてください。お、これは大きいよ。これは尺紙どころじゃないよ。これは待望の40銭が来たよ。これは、あ、この竿にも、真ん中の竿にも来ましたね。これは40銭近いですよ。さあ、玉を用意しましょうね。おっと、よし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 、おとなしく上がってこいよ。よし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 。うわ、肉厚の胴です。これはもう40銭ですよ。ほら、どっこい。こういうやつですね。気持ちいいですね。一遍お見せしましょうね。上張りに来てます。これですね。遠くまで仕掛けを投げる必要は全くありません。こまめに探って、砂地の中に小さな下りがあるところや駆け上がりがポイントになります。乗り棚などにボートをつないで釣るときは、持ち主に一声声をかけて了解をもらってからにしてください。トラブルは極力避けましょう。よし、乗った。おー、これは秀逸だよ。これはいいよ。ずいぶん待ったおかげだな、これは。おー、重たい。うわ、彼だ。これはダメだ、これ。よし。おっと
うん、こんにゃろ、こんにゃろ、うわー、分厚い、うわー、分厚いぞ、おっしゃこれがカレーだ。ボート釣りになくてはならない装備と釣り道具類を見てみましょう。まずはボートの用意からですね。私の場合は20年間こうして足で踏み続けて空気を入れております。一つのセレモニーでしてね、この間にいろいろと今日の釣りはどういうふうにしようかっていうふうに考えるんですよね。でこの程度にしておきます。いっぺんに一機室の方を満タンにしないことですね。そして友の方を入れます。つまらんことですけどね、これが非常に大事なことでしてね、これで友が表の方へ押し返しましたね。そこでもう一度この表へ出ます。冬場は問題ありませんが、夏場では気温が上がると中の空気が膨張します。ほんの少しだけ控えめに入れましょう。ボートの中を汚さないようビニールシートを敷きます。まずこれはアンカーですね。アンカーもね、裸のままでボートの中入れないでね、こういうふうにバッカンですね、この中に収納しておけばボートの中汚れませんでしょう。それからアンカーのロープをこの中に団子にしない。ポイントについてアンカーを下ろした場合にもつれるんですよね、ロープが。最後のロープですね、アンカーの最後のロープ、まず固く結んでおきますね。これでいいですよ。それからこのまま掘り込めばロープは勝手に出ていきますから、滞りなく着底しますね。これもですね、普通にこう切るだけでしたら、いざという時にはこれがすっぽ抜けるんですよね。ですから股の間を通して、大事な命ですからね、これでいいですよ。マゴチヒラメを狙ってみたいので、このスカリを持っていきますね。やはり魚拓なんか取りたい時に生かしといた方がいいですからね。これがマゴチヒラメを釣れた場合のスカリ、これがそのマゴチヒラメを狙うときに使うおとりのキスを入れておくスカリですね。そしてこれはまあ玉ですね、ボート用の玉ですから長さが2段になるように、一応これぐらいですね、長さの使い勝手のいいのは。はい、これが何釣りにでも使える仕掛けの、いろんな仕掛けが入った仕掛け袋、キスからイカからマゴチヒラメに至るまで全部入っております。こしらえてきます。小物類は散らばりやすいですから、コンパクトにひとまとめにしておきましょう。これがね、ボート釣りにね、非常に便利なクーラーです。こちらとこちらがね、一つずつ開くんですよ。ですからこれ魚ですね。でこちらが餌入れになってますから、真ん中も餌入れです。でこのクーラー、それからこれ餌箱、餌の種類が2つの場合は2ついりますから、いつも持ってます。で竿は、キス釣りの竿とマゴチヒラメ用の竿2本と都合3本ですね。リールも糸も変えてあります。でこれで大体今日の準備出来上がりです。古い手拭いですけれど、洗えば何度でも使えるんです。たくさん持っとってください。生活の知恵です。
慣れるまではできるだけ荷物は少なくする方がいいでしょう。アンカーはいろいろありますが、ゴムボートに適したのはワッシュルーム型です。アンカーが着底すれば、その水深の 1.5 倍から2倍のロープを出しておかないと、確実にボートは止まってくれません。こういうところはね、ワカメの棚のね、アンカーロープが縦横に海底走ってますからね。アンカーロープをこう巻き、引き上げてきますね。で、もしかかればね、ロープにかかればね、この方向ですね、覚えておいて、アンカーのその先の方の方向を覚えておいて、その方向へ漕いで登るんですね。で、そこへ戻るまでにアンカーを手繰り上げるという、その繰り返しですね。何回かやれば必ず外れますからね。今この場合は砂地に噛んでましたからね、アンカーが。ですからあまり問題なくこう上がってきたんですけどね。よくあるんですよ、ロープにかかるっていうの。それからしもりに引っかかった場合も同じことですね。パールピンクの美しい魚、小さな大物、キス。初夏になれば誰にでも数釣れるのですが、30センチを超す大物にはなかなか出会えないものです。その大物に巡り会えるチャンスが5月中旬から6月にかけてです。それに数も期待できるのがボート釣りの特権といえます。ポイントに入りアンカーを入れます。この時期は気温が不安定な時でもあるので、まず水温を測ってみましょう。水温が最も安定している5メートルから8メートルの水深にセットします。そしてキスの適水温、18度以上になっていれば条件としては最高です。アンカーを打っていて当たりが遠のいた時や、もっと広範囲を探りたい時はアンカーを上げて、風や潮の流れのままに移動しながらポイントを探っていく流し釣りをします。流し釣りはポイントを外れると仕掛けを上げて風上または潮上まで漕いで行き、またそこから流します。竿は2本で長短よりも幅を探る釣りです。流れがなければ、漕ぎながら仕掛けを流していく方法もあります。よし、来た。ここやな、やっぱり。釣れれば、そのポイントを覚えておきましょう。
どんな釣りにもゲドウと呼ばれる目的以外の魚が釣れますが、キス釣りをしていると実にいろいろな魚種が竿先を震わせてくれます。その代表選手たちを見てみましょう。釣りっぱなしはいけません。明日の釣りにつなげるためにもデータ作りは大切です。ぜひとも実行してほしいですね。二十数年間ボート釣りに親しんできた中山田ですが、このデータが彼にとって大きな実績になっているのです。もう餌はこう舐めとるからね。これでこう上へまつわっとるでしょ。これ来てこう触ってこなしとる。おいしい汁をみな吸うてしもと。これはキスですわ。他の魚はこういうことあんまりしない。だけどこのボートを転ばしながらね、釣る釣りはね、当たりが鮮明に出るからね。やったぞ。やった。やったやったやった。やったぞ。あ、逃げた。たまらん。13号がすっぽ抜けか。今のは大きかったで。あれがほんまのキスですよ。投げ釣りならキスは足で釣れというのが基本。これはボート釣りでも当てはまります。ボートを漕いで広く探り回りましょう。そしてバラしたからといって投げやりにならないで、すぐにヒットしたポイントを攻めてみるのがコツです。そうすればまたチャンスは巡ってくるのです。そのためにもヒットしたポイントの山立てはしっかりとやっておきましょう。で、ボートでね、ローボートで釣る楽しみっていえばね、もう真っ先に挙げたいのがキス釣りですね。まあ、あのスカッとした気持ちのいい当たりと、それから女の方でも子供さんでも釣りの対象になるキスです。で、釣って楽しくて食べておいしいと思います。とにかくキス釣りは、ボート釣りのまず入門から始まってですね、奥殿までキスに疲れて、最後までキスと付き合いをするというのがボート釣りですね。
できる。うわーでっかいわ、これぞ30センチじゃ。でかいキス。ボート釣りで狙えるポイントのいくつかを見てみましょう。乗り棚や生けす周りなどは高ポイント、ぜひとも狙いたいものですが、地元漁師とのトラブルを避けることは絶対に必要です。気をつけてください。駆け上がりは最大の狙い目です。小型の推進計を使って測っていけば簡単に見つけられます。推進計の代わりに目盛りをつけたロープを使う手もあります。ブイがたくさん入ってますでしょ。これが定置網でして、この際がですね、実に大きないいキスが釣れるんですよ毎年ね。温泉航路や漁船が出入りする港の入り口付近は大変危険です。また食料士の人たちの仕事場での釣りはやめましょう。沖で釣りが済んで帰ってきますね。帰ってきた時に、出る時になかった波があったとしませんか。これ一番厄介です。ですから一応波打ち際までは背中を進行方向に漕いでください。遠浅のところほど波が立ちやすいんですよ。でこの辺まで来たら一度ボートの向きを変えてください。そして今度はご自分の正面が進行方向になります。それからボートを水波打ち際に横にしないようにね。横波食らったらボートはどんなボートでも弱いですよ。ですからあくまで直角に波打ち際に入りましょうね。はい、そして思い切って波、乗せてここまで来ますね。オールを上げて降りますね。早くですよ、早くボートを安心なところまで上げましょうね。このロープを中で座ってる間に持つと、持って降りると、そうすると波が来てボートが出て行ってもこれで引っ張れるでしょ。先ほど私ちょっとお着しましたけれど、できたらこのボートのロープを持って降りていただくっていうことを実行してくださいね。当分の間このゴムボートはね、手入れが大事なんですよ。 FRP のボートでも一緒なんですが、手入れを怠りますと割と早く傷んでしまうんですね。やはり塩水で使った時は絶対に真水で洗っていただきたいんですね。たまたま今日はね、釣り場にこういう水道がありましたのでね、早めに洗えます。まあ3回に1回ぐらいですね、中性洗剤で完全にアク抜きしてやるんですね。それ以外はもう簡単に水洗いでいいんですよ。アルミも錆びますよ。クラッチの部分ですね、これがネジ止めになってますからね。これも真水できれいに洗ってやってくださいね。ここがジョイントになります。これを抜いていただいて、やはりこの海水のついたなと思うようなところは丹念に洗ってやってください。とにかく
洗うことがボートを長持ちさす一つのコツですね。水を流しながらね、大きな傷がないかどうか見てみてくださいね。ここを後ろにして引きずってしまったんですね。そうすると柿の殻で傷が入りました。これは切れ物を落としたんですね。でこういうふうにね、早めに手足さえしておけばボートは長持ちしますから。マゴチ釣りはまず餌になる10センチ前後の小ぶりのキスを釣ることから始まります。小型のキスはどこにでもいるので静かにアンカーを打って釣ります。小さなアタリを小さく合わせて針を飲み込まれないようにキープします。なるべく元気で泳いでくれるように極力手で掴むのは避けましょう。5つ6つ確保できましたので、今から楽しみなマゴチヒラメ釣りに入ります。親針をキスの上あごから鼻先へ通します。そして孫針は前背びれと後ろ背びれの中間に浅く刺しておきます。マゴチ狙いではキスのように幅を探るのではなく、流す仕掛けの長さを変えて釣ります。 U ターンするときに左右の仕掛けが絡まないように、1本は20メートルぐらい、もう1本は40メートルぐらいを目安に流していきます。元気を泳いでますね。前当たりがあれば漕ぐのをやめて食い込みやすくしてやります。早い合わせはバラシのもと、完全に飲み込むまで待って大きく合わせます。あんま起きないわ。これはオスですわ。だから小さいんですね。普通はだいたいメスから先釣り上げるんだけどね、今日はなんかオスが先に来たね。あの海域にはこのオスの釣り合いがおるはずだから、もう一度上を流してみる。だいたいメスの方が貪欲だから、今鼻具を持ってるから、こうはらんでる時はものすごく食欲は旺盛だからね。だからメスの方が先食うんだけどね。で今日のようにナギの場合は前当たりがはっきり取れますね。前当たりっていうのは魚が食いついたんじゃないですからね、そばに魚がおるぞっていう警戒だけですからね。でそれをキスが、おとりのキスが教えてくれるんですよね。その前当たりをしっかり見てるとね、こうして今のようにボートを止めてやればね、食いつきやすいですからね、魚。左に来ましたね。左前当たりですね。だから右に来とったやつが左の長い方へ今度かかったみたいですね。はい、来ましたよ、来ましたよ。は
はい、来ました。はい、来ましたよ。ちょっと怖いですね。なんか今日は怖いのばっかりみたいですね。またオスですね。今日はオス続いてますな。先ほどよりかちょっとマシですか。で、マゴチの降りそうなところっていうと、大体がもちろん駆け上がり狙うんですが、沖のあの泥気のあるところとね、それから海岸の砂、この際あたりが一番マゴチが好んで産卵に来るみたいですね。ですから、砂地から少し泥が混ざったあたりが、まあ、狙い目なんですね。外洋に面した砂浜でしたら大概どこでもおりますからね、このマゴチってのは。6月から7月遅いところでしたら、若狭から敦賀行くと9月ぐらいが盛期になりますね。ただ肩は落ちますけどね。一番大きいのはやはり6月ですね。マゴチやな、これは。あ、とんでもないやつや。追われてきとったんやな、これ。たとえ釣り人が嫌がるエソでも、実は楽しい下道です。引き味だってなかなかのものです。むやみに殺したりせず、持って帰らないのならリリースしてあげるくらいの優しい気持ちを持ちたいものです。これは一応目安として横に、吊るしてますこの餌のキスの入れたスカリですね。これが傾く程度の速さが最適なんですね。ただ今日のように潮の流れがある場合には、ボートが止まっててても傾いてますからね、間違えないように。景色を見ながら、ボートを漕ぎながら、いつ来るか、その瞬間をね、待つ気持ちがものすごく楽しいんですよ。釣れないからといって、アクセクするのは考えものです。ちょっと気を抜いて、オールを置いてしまうのも、また一つの方法です。案外、一休みしている間に当たりが出ることもあります。
秋はいろんな魚が釣れるシーズンです。だからボート釣りのビギナーにもチャレンジしやすいシーズンといえます。こんな五目釣りが楽しいシーズン、秋は暑からず寒からずストレスなくボート釣りを楽しめる時期ですから、ビギナーにもおすすめしたいわけです。ベラやカサゴ、コダイなどいろんな魚たちがお相手してくれます。また当たりも他のシーズンに比べて随分と活発ですから、飽きることもありません。釣り方もさほどこだわらなくて結構。キス仕掛けを基本にして、あとは魚のサイズに合わせて針の大きさ、ハリスの太さなどを決める程度です。気軽にチャレンジしてみてください。何が来るかわからない、そして釣果の方も満足できるのが秋の五目釣りです。だから楽しいのです。中山照夫のボート釣り、いかがでしたか？ボート釣りならのんびりと自由気ままに、それでいて釣果もバッチリ。さあ爽快な気分を味わうために漕ぎ出しましょう。思いっきり自由気ままに自分の時間をエンジョイしてください。